えー、リハビリ病院に勤める理学療法士です。日々仕事をしていると医療技術革新で助かる命は増えたけど生活まで救えてるかというと正直これからと印象です。元の体に戻らないなは病院のせいだと怒ってトラブルになる人や半身麻痺になっても酒畑ぼかどの生活習慣を改善する気がない人が多く障害を患っても意識が変わらない人が一定数います。人はいつか死ぬのであのどうせ死ぬんだったら楽しく生きて短く死ぬのもありだよねって考える人は結構いると思うんですよね。 なので、その酒やタバコをやめて、それを我慢するっていうのをずっとやり続けるぐらいだったら、まあ、もう短い人生の方がいいよねっていう人もいるんですよ。要は、あの、まあ、酒とかタバコって一定時間我慢すると、結構なんとかなったりして、そんなに吸いたいってならなくなったりするんですよね。 僕、去年の2月からタバコ吸ってないんですけど、まあ、ただ、あの、いつでもタバコ吸ってやるぜと思った、あの、カバンにはタバコ入ってるんですけど、あの、タバコをやめたわけではなくて、えっ、ー、と、今はタバコを吸ってないというだけなんですよ。なので、なんか、あの、いつでも吸う気は満々でいるんですけど、とはいえ別に、あの、なんか、その、中毒的にタバコ吸いたいなという気分にはもうならないんですよね。 で、まあ多分3、4ヶ月ぐらいタバコ吸わないとそうなるんですけど、なので3、4ヶ月我慢すればいいんですけど、ただその3、4ヶ月我慢するぐらいだったら、あの寿命を短くしてもいいっていうのは割と人間ってそう考えがちなんですよ。あの、目の前のものっていうのはすごく重たいものだと考えて、その長期のものっていうのはなんかそんなに価値があると思わないっていう人間って割とそういう心理的にその、どこに価値を置くかっていうのがあって、 なのであの若いうちに勉強していい大学に行っていい企業に就職した方が割といい給料は一生もらえるんですけどでもなんかその 就職してから、あ、勉強って大事なんだって気づくみたいな人って結構いるんですよ。なんか、就職してから、なんか勉強って大事なんだって気づいて、なんか、あの、自己実現だとか、なんか明日よりは、なんか昨日よりはいいジムになるんだって言って、なんか、オンラインサロンとかに入っちゃったりとか、なんか、副業教材とか買っちゃったりっていう、どんどんと作っ,った方向に行ったりとか、なんかビジネス書とか買ったりする人いるんですけど、まあ、そんな投資するぐらいだったら、もっと若いうちにいい大学行ってればよかったのね、とか思うんですけど、まあでも人間そんなもんなんですよ。 なのであの人間ってそういうものだよねーという語を受け入れた方があのまあ多分そのこうした方がいいのにっていうのでやってくれないからストレスがたまると思うんですけど、まあ、人間ってそんなもんだよねっていうふうに思ってればいいんじゃないかなと思います。